龍が如くセブン外伝、前回の続きからプレイしていきましょう。ウガ人戦、やっていきましょうか。ああ、受けて立つ。いいだろう、勝負を切る。始めようじゃねえか。オッケー。ついに世界最強の称号が誰のもんが決まるな。多分めっちゃ強いよな。勝てるかな。バッキバキだもんな。やばい。そうか、そういうのもしてくんのか。弱すぎる。いっとお前、ちょっと待って、ダメだ、いっけこれ。そんな強くねえ。いや HP めっちゃ高いな。やばい、いっと、はい、はい、はい、やばい、強っ、よし、はい、やばい、危な、はい、やばい、よし、これだ、よしよし、ざま、こっちは裸足だぜ、見えない、前が。やりました、上流の勝利です。長きにわたったウガ人のフライチェンバーがついにピリオドしました。お、まさに歴史的な瞬間です。地下格闘技の世界に革命が起きたのです。とんでもない強さだったよ上流、完全に俺の負けだ。手取るんだな、ちゃんと。そうか、だがいい勝負ができた。あんたみたいな男がいるから、やっぱり世界は広いと実感できる。こんな顔ですまないなあ。そうじゃねえか、ミゾロギ。入ってこれるんだ、ここ。ミゾロギさんか、こんな無様な姿をあんたに見せてしまうなんてな。無様なことあるかいな。お前はやっぱりごつい男や。今の試合はわしとやり終わった時以上やったで。いや、そうじゃないことは自分が一番わかってる。まだ他人には言えない老いが迫りつつあるんだよ。俺の絶頂期は1年か2年前だったかな。この先は緩やかに不可逆的な下り坂を迎える、そう思っていた時、蒼天森から特殊な武器があることあると売り込みがあった。闘技場で戦うのにうってつけの戦闘ガジェット。極装組はそう言っていた。つまりあんたはミゾロギを襲った極装組からそうとは知らずにガジェットを買ったってことか。はじめはそうだった。だが一度身につけて試してみた後、出所はミゾロギさんの店とはっきり知らされた。その時にはガジェットに見入られていたよ。俺の技に幅を持たせ、すでに身につけていた力も大いに引き出してくれた。一度手にしたそれを諦めるなどできるわけもない。多分、極装組はそのことを見透かしていたから、素直に出所を話したんだ。そして全ての事情を聞いた俺は、いずれガジェットを取り返しに来るであろう上流をこっちから先に潰そうと考えていた。そうだったのか。だから俺に因縁をつけたんだな。その通りだ。そいつはええの。我々でウガ人、最高やないか。どうしたんだ、ミゾロギ。ウガ人という男は俺にとって手の届かん存在やった。それが、わしが作り上げたガジェットに依存して手放せんかった。言うてんねんで。言うとくけど、これは夢とちゃうで。わしはな、ほんまにすることが嬉しいんや。ミゾロギさん。しかも、今や、ウガ人を超えた上流も、わしのガジェットを身につけとるんや。そしたらこの場所も、限りなくてっぺんに近い世界にいるっちゅうことやろ。ミゾロギさんとは一度きりの戦いだったが、若かったあの日、俺は多くを学ばせてもらいました。だからあんたは俺にとっての親で、
兄貴で、そして師匠だと思っていましたよ。この20年間もずっとね。そうやったんかいな。そしたらジョルに一遍負けたくらいで、その間つけた顔すんね。よっしゃ。次はジョルが、今突っ込んでるのにさらに上を行くガジェットを、ウガ人のためにわしが作ったるわい。それで、世界最強の称号をまたジョルから奪い返したらいいや。それじゃいつまでも世界最強が決まらなくなるな。おいお、その通りや。けど、せやから面白いんやろ。昨日の自分より強なろうと今日も頑張れるんや。わしもさっきの試合見て、やっと心からそう言えるようになった。上流。それもこれもみんな、あんたのおかげや、上流。この先、どこなのか置いといて、今この瞬間は、あんたが世界最強の男や。あれ赤目ちゃん。おー、やっぱこっから見るキャッスルの眺めはええもんやね。上流がここまでの男やとは思うとなかったわ。まさか、キャッスルの闘技場まで制してしまうとは。わしは初めて上流に終わった時から、心のどっかでこんな光景を期待しとったで。この先も、キャッスルの闘技場は熱い戦いが続くことやろ。なあ、せやろ、上流。ま、そうだな。キャッスルのこの闘技場が退屈しない場所っていうのは認めるよ。いいストーリーだったな。めっちゃ強かったしな。あれやっぱ前段避けれたの最後大きかったよね。よし帰ろう。で休む。ゴルフセンターで待ち合わせだったな。鬼人会の若頭が迎えに来てるはずだ。割とあれだな、春日と会うのも近くなってきてんだな。ていうか、春日戦が、もうちょっとしたらあんのか。それもあんのか。何見とんねん。見てへん。あれで行けばよかったな。タクシーで行けばよかった。まあ、いっか。どっかで食事してから、向かうか。回復アイテムとか、まあまあまあ、あるか。どっかまだ食べてないとこで、食べちゃおう。どこ行ってなかったっけ？ゴルフの前んとこ行ってないかな？あんまり言った覚えがない。牛角行ったことないんだけど。全部行こう。1万。オーケー。行くか。お、あの中で待ってんの。そうかな、違うか。なんかいっぱい来たね。あれ、若頭は？鬼人会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだから。頭チュンはわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。小さい男だな。わしがその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。
その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。ん？花岡？うわ、怖えよな。よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで。ここにいる鬼人会みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ、それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。正論だ。いいやないですか。暴れたいんだこの人。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ、誰が雑魚や。鬼人会組員ゴルフセンターの中ですごい走り回ってるやつがいたけど、危な。ちょっと使うかこれ。やばい。ほい、いった。ほいほい、よしよし、はいはい。ショットガンやっぱエグいな。はい、ショットガンくれ。あ、あるある、ハンドガンがある。はい、あ、獅子像が倒れとる。中華機つえ。ええバディとちゃいます、俺とあんた。それよりいいのか、こんな大っぴらに鬼人会とやり合って。立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したらその後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で言ったらええんです、俺とあんたで。釣るのは何て言ってる。西谷の居所掴んだのも俺をここへ起こしたのもみんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷と蹴りつけたろ言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな二人で西谷いたいこましてやりましょう。俺の方はいつでも行けますんで乗ってください。行こう、乗り込む。そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。あ、ここでも出てくんだ。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが一ちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんでえらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んじゃうぐらいじゃ消えそうもない。
他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。ここまで気にかける子供たちの話知りたいな。やっぱ過去作な。あの倉庫の奥にあるのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか。確か西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。もういいね、好きだよその考え。先のまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。それはそうかも。いいな、シド好きだな。やっと来たかよキリュウ。こんだけ人から苔にされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。あの顔飾ってんのなんだ。デスマスクか。鬼人会せやな。上流、ああ行くぞ。味方いんの心強いな。いつもので行くか。これ本当にこれがな。インチキすぎる。よし、はいはい、はい。凄まじい数減っていくもんな。ナイス、はい。いた、おい、獅子堂。はい、ということでこれ一旦区切りましょうか。次回会長ぶちのめしに行きましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。